さあ本日はですねヤマハ独自の装備や機能を学ぼうというコーナーでございます。はい、学ぼうといってもですね、なんかまるで墓場あさりみたいな、なんかそんなコーナーなんですけども、はい、あの全部が墓場に入ったわけじゃないですけどね。はい、そんなわけでですね、まあなんとなく時間が潰れたらいいなみたいなコンテンツでございますよ。よろしいでしょうか。はい、はい、まあヤマハ独自といっても似たようなものが他社から出てる場合もありますけども、うん、極力独自っぽいものをチョイスしたつもりでおりますということで、はい、よろしいでしょうか。はい、はい、まずはですね YCCS からいきましょうか。YCCS、 はい、最近 YAMT も出たので、うん、そのご先祖様ですね、うん、YCCS はですね FJRAS に装備されておりましたというところでですね、まあ、簡単にだけご説明するとボタン操作でギアを変えることができたんですね。ガチャンガチャンと、はい、なので、FJR って結構すごく大きいバイクですよね。で排気量も大きいので、まあ、あのギアを操作するとですねギクシャクしやすいバイクでもあったりするんですよね。それをですね、あの非常に簡単にギアを変えることができて、これはあの最初に乗った時びっくりしましたけども、あのすごい滑らかな制御をします。クラッチ操作から、あの要はオートマチックのスクーターみたいに発進からやってくれるんですけど、あのクラッチ自体をですね電気仕掛けであの操作して、そしてですね、あんなに大きいバイクのあのエンジンをですね滑らかに走らすことができた。そして便利だったのがですねオートダウンがついていてですね、例えばあの大きいバイクってありがちなのがトルクがあるから4速とか5速とか6速で走ってて、信号待ちで止まる直前の30キロぐらいになった時にガチャン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 ってみんなギア下げたりするじゃないですか。あれをですね車速がある一定まで下がると勝手にやってくれたんですけど、まあ便利でしたね。はい、というところがですね、まああります。ちなみにこれまだその出た当時はですね、まあ、発展途上の技術だったので巨体を U ターンさせる時の細かい制御だったりとか、あとはですね、まあ、若干その意思と違う動きをするというかそういうところもあったりはしたんですけども、ただですねもうこの時点で結構完成された仕掛けだったと思います。まあ今後 YAMT が同じことをやっていくので、もちろん昔とは違いますからできることがね、なので、もっともっと完成されたものとして出ていくんでしょうけど、まあそういう意味ではですね失われた技術という形になるんじゃないかなと思いますけども、ただ YAMT の方の、ウェブサイトを見るとですね逆にこの技術を基幹にしておりますよと、ベースに開発しておりますよということをですね書いてあるので、まあ形を変えていき続けていると言えるんじゃないでしょうか。はい、うん、さあ続いて LMW 機構ですね。はい、これは今も全然現役ですね。リーニングマルチホイールという機構でございます。平行四辺形っていうのかな、平行四辺形的にですねサスペンションが動くフロントのね、まあトリシティですね、ヤマハだと内見トリシティ、その辺に採用されているまあ技術になってるということですね。まあ、この辺は結構ご存知の方も多いと思うので手短に説明をするんですけども、単純に漠然に安全性が高いとかフロントが安定するとかいろんなそんなイメージあると思うんですけども、理屈としてはですね普通のバイクの操作性ですね、乗った感じのバイクの警戒感とかそういったものを失わないままに、より安全性安定性を高めていく機構というふうに解釈していただければいいんじゃないかと思います。なのでトリシティとか乗ったことある方分かると思うんですけど、そんなになんか違和感ないんですよね。普通のバイクとさほど変わらないというところがですね、まあ、この LMW 機構の魅力ですね。はい、になっております。まあなんせ傾くリーンするってことですね。はい、というところがですねオートバイらしさを生かした機構ですね。そして意外と注目されてないですけどバン区画の深さ、はい、すごい曲がります。これそれがまあこの機構の売りですね。はい、でちなみにフロントタイヤが2つあることによって何がいいかっていうと、理屈としては仕事を分散できるんですよ。フロントタイヤってやることいっぱいあるんですね。ブレーキを握ったら制動するための仕事もありますし、カーブ曲がってる時に踏ん張らなきゃいけないし、やることいっぱいあります。ただそれをですね2つに分けることによって助け合いながらですねうまくやっていくことによってより安定性や、制動力に余裕を持たせたす、まあ機構ですね。それをバイクにつけることによって重ったるくならないように非常に工夫されてできているという機構になっております。これちなみにですねだいたいバイクって真ん中で割ったら後ろが重たいんですよ。ただこれフロントが重たくなるので、まあいいんだか悪いんだか分かりませんけども、前後50対50の重量バランスをですね取引なんかではほぼ採用しているというところもですねまあ重要なポイントですね。だから運転席のお尻の下にガソリンタンクがあると、あのバイクはね。はい、ガソリンってその内容量によって重さ変わりますよね。それを中心に置くことによって
まあ、受信地に置くことによってそういう変化も起こさせないようにしているというですね、意外とオタッキーな作りになっております。はい、それがですね LMW 機構ということになります。さあ続いてはですね IS スイッチというのがありましたね。はい、これは何かというとですね、スクーター 250cc スクーター競争の末期ですね、当時しのぎを削ってましたよ、マジェスティ、フォルツァ、そしてスカイウェーブ、まあそれ以外にもいろいろ出てましたけど、フェイズだとか、まあ細かいのは置いといて、マグザムやらグランドマジェスティでいっぱいあったんですけど、マジェスティの最終型に搭載されていた、IS スイッチというのがですね結構ユニークでですね、理屈としてはですね CVT じゃないですか、スクーターってCVT なんですけど、それを仮想的に、はい、バーチャルでって意味ですね、はい、バーチャルで、ギアを変えてるかのように感じさせる機構というのがですね、各メーカーから出てたんですね。うちは6速マニュアル付き AT だぜとか、うちは7速だとかですね、そういう感じでプラスマイナスボタンというのがついてて、ギアを上げたり下げたりするということですね。自分で任意に操作できるスイッチという感じのものがですね、各スクーターについてました。はい。で、これも皆さんお分かりだと思うんですけど、今車にプラスマイナスがついてるオートマチックいっぱいありますけど、当たり前みたいに使わねえんだけどこれっていう機能になってますよね。で、同じようにですね、こういったものもですね、買った直後は嬉しいから押すんだけど、買った後には押さないよねというですね、分析のもとに実際に使えるスクーターのマニュアルモードを用意しようということでですね、 IS スイッチというのをつけました。オレンジのでかいスイッチですね。で、これはですね、結構革命的で、まずギアの段数を昔はもう7段8段やってたんですけど、結局いくらでも刻めるんですよね。極端な話20段だってできるわけですよ。 CVT で止まる場所ないわけだから、単にモーターが動かす変速の角度だけなんで無限にできるんですけども、あえて5段、そんなにたくさんあったらめんどくさいよということで5段に落としているというところですね。そしてさらにですね、IS スイッチはダウンだけに使うという、特徴がありました。なので、スクーターで走っていて減速するとき、カーブの手前で減速するときにポンポンポンって押すとですね、ブンブンってこう疑似的にエンジンブレーキがかかるんですよ。まあ、実際にエンジンブレーキ自体はかかるんですけど、変速されて、そういうところがですね意外と便利。そして加速が欲しいときに1個ポチって押してからアクセル開けると、強制的にそのローギアードで発進ができるというですね、スクーターだと今だってアクセル上げるともわーって加速しないっていう状況を味わったことある方多いと思うんですけど、そこをですねこの IS スイッチでポンと押すとですね、強制的にギアダウンして力強い加速を手に入れることができるということでですね、マジェスティ乗りはこれバンバン使ってたと思うんですけど、元気を走る人はね、というところでですね、そういう IS スイッチ、こういう機能もですねヤマハ独自で当時ありました。ただその後スクーターブームが終焉しましてですね、はい、これに追従する他メーカーとかも出てこなかったということで、独自と言えるんじゃないでしょうか。はい、さあ続いてはですね、ニューフロントサスペンションですね。もうほんとふざけた名前ですね。新横浜みたいなもんですよね。どうですかこれ。新川崎とかもありましたっけ。はい、というわけでですね、まあ住んでる人に怒られちゃいそうですけど、通常テレスコピックサスペンションというですねフロントフォーク、一般的なものありますね、あれに代わってですね、まるでフロントにもスイングアームがついたような、まあ実際そんな感じなんですけど、ついたような車両がですね、登場しました。ヤマハから GTS1000 というものですね。他メーカーでも、似たような機構はあったのですが、独自と言われるのはですね、そこにさらにですね、ちょっとねボールジョイントのね車みたいなハンドル機構というか、別に丸いわけじゃないんですけど、こう切る時の、まあ、伝達機構がハブステアリングっつって、普通はそのホイールのハブをですね動かすことによってハンドル切るんですけど、分かりづらいですね。はい、まあホイール自体を引っ張ってハンドル切る仕掛けが一般的なんですよ、このサスペンションは。BMW とかでこう採用されてますけども、ただヤマハのニューフロントサスペンションはですね、それを、まあ、ユニバーサルジョイントとですねボールベアリングを使ってハンドルを切るっていう、車と同じ、当時のね車と同じような仕掛けでステアリング切っていたと。まあ、この機構自体はねちょっと割愛しますけど終わらなくなるので、ただ、ニューフロントサスペンションの魅力ですね、魅力はですね、通常テレスコピックサスペンションっていうよくある2つの筒で、大きい筒の中にインナーチューブの細い筒が入っていくような、皆さんがもうバイクについてるみんな見るやつですね、はい、テレスコピックのサスペンションってブレーキを握ったら、長さが短くなりますよね。これ分かりますか、奈良さん。ん？フロントフォークの長さがブレーキを握ったら短くなりますよね、ツンの目って、そうするとキャスター角というのが変わるのですよ、そうすると安定感が、まあ極端な例を挙げるとブレーキガンって握るとこうガチャってなって
転んじゃうとかあるじゃないですか、うんうん、ああいうふうにそのキャスター角が変わってですね非常に不安定になるというところに着目してですねそうはさせねえぜということでですねスイングアーム式にしてあのそのここら辺の弱点を克服しようとしたという野心的なモデルなんですね、はい、そしてそれは完成してですね街を走るという結果になるんですけどもなぜかそこで消滅していく運命になるんですね、はい、そのミステリーに今日は迫ってみたいと思うんですけど、はい、キャスター角が変わらないことによってまあややこしい話になるんですけど当然その急ブレーキ時の安定感とかそういったところにあの魅力は出たんですけどもただですね結局キャスター角が変わらないことによってフロント周りからのインフォメーションがなくなるというですねことが起きたんですね。要はライダーに情報を伝える必要もないぐらい安定してしまったということですね。すごい一言で言うとそのせいでライダーは常に不安とともにバイクに乗ることになりました。本来ライダーにより安心感を与えるために作った機構なんですけどもそれがですねライダーに伝える間もなくバイクで完結してしまうせいでですねライダーはですね逆に何も言ってこないんだけどこのバイクっていうことでですね逆に不安を覚える結果になると。そして機構としてはですねあえてキャスター角がつくような設計にですね若干なんだかんだですねやったりとかしてるんですけども結果としてですねバイクに乗った人たちの感想はですね非常に悪いものになってしまったというのがですね皮肉なもんですねということでですね、まあ、そんな歴史のミステリーとともにですね、まあ、闇に葬られてしまった機構というのがですねこのニューフロントサスペンションですねニューではなかったということですネーミングがつくのいいですねすごいあのニューがつくものってもう切ないですよねなんかそういう時代にしたいですねそう結構ホテルがニューつけがちで俺好きなんですけどそのニューの時代がまたレトロじゃないですか。そうですね、昭和の時代には流行ったね、はい、すごくあの新加瀬大衆みたいな、ねはい、もうおっさんにしか分かんないすごくいいですね。今いい例えだと自分では思ったんですけど、はい、どこ行ったんですかね。まあ、そういうわけでですね、はい、そんな機構でございます。最後はですね、これを触れないわけにはいかないでしょう。 V ブーストですね、はい、当時、世の中をですね一大センセーションに巻き込んだですね頭のおかしい車両がですねヤマハから登場しました。当時ですねヤマハは割と繊細なバイクを作ることで有名でですね、まあ、ある意味カマハとかいうふうにからかわれていたりしたんですけども、これ以上ないですね世紀末なバイクを発表しました。それが VMAX1200 ですね、はい、恐ろしいほど雑な作り、はい、ワイルドなデザインにですね怒られそうですねこれね恐ろしいほどワイルドな作りデザインにですね、はい、V ブーストシステムというのをですね採用してですね世の中に登場してですね、人々を殺していったっていうですねあの恐ろしい乗り物なんですけど、はい、迂闊にアクセルを開けるとですねバイクから振り落とされるということでですねあのシートがですねドカーンとタンデムシートのところが跳ね上がってて最悪人が落ちないようにですね、よく工夫されたですねそんなマッスルな車両でしたね。非常に人気車で歴史も長くですね、はい、今はもうなくなりましたけどもかなりですね皆さんの記憶にも鮮明に残っている車両なんじゃないかと思います。 V ブーストシステムというのはですねその中に装備されていた、これ逆輸入車にしかなかったんです。日本国内では国内モデルというのがあるんですけど、サインUFってやつがあるんですけど国内モデルにはついてなかったですね、はい、ただ海外から逆輸入車が入ってきてた時でもう国内モデルの VMAX を買う人はほぼいないっていう時代でしたね。もう全部海外からの並行輸入、なぜなら V ブーストがないからっていうことですね。確か V ブーストがついてると100何十馬力とか恐ろしい馬力が出てて、何馬力だか忘れましたけど、ないと94馬力とかなんかそんな感じなんですよ確か。で当然当時の頭打ったおじさまたちはですねもう V ブーストがなきゃ話にならないって言ってですね V ブースト付きの並行輸入車を片っ端から乗るんですけど、はい、まあ、もちろんプレストから正規輸入も入ってましたよ。で、どんな機構かというとキャブレターが4つ付いてますね、4気筒のバイクだから、はい、まあ、すごい雑に説明するとキャブレターの後傾が大きい方が高回転でパワーが出るんですよ。小さい方が低回転で乗りやすくて、高回転が回らなくなるんですね、はいはい、で V ブーストの特徴的なところはですね、そのキャブレターですね、当然4気筒って同時に4個が燃焼を起こすわけじゃないので、キャブレターを使う瞬間っていうのはその吸気の瞬間だけなんですよね。で1番2番3番4番ってこの気筒があったらね、使ってる今その吸気で使ってないサボってるキャブレターをバイパスを作って、他のところで仕事をさせようというですね、例えば1番がまあこれ番号ちょっともうどうだったか忘れちゃった、あれ考え方が確か左手前から1234とか数えるんですよね他のバイクと違って。で
ちょっと順番忘れちゃいましたけど、例えば1番の、キャブレターを使いたいときに3番のキャブレターがサボってたとして、3だか2だか分かんないですけどね、それをお休みしてるキャブレターをバイパスさせて使っちゃおうという機構ですね。それによってキャブレターの口径を上げるのと同等の効果、要は単内分の吸気を、そこから奪い取ることによって、より野獣的なパワーをというのでですね、何十馬力もバーンってスープアップして、出してきたんですね。これが V ブーストですね。ヒットしないわけがない。当時だってナイトライダーとかが流行ってるような時代ですから、はい、ヒットしないわけがないですねすげーってなるわけですよ。なんかもう魔物により凄まじいなんかパワーを与えたみたいな、なんかもうなんていうんですかね、バリバリのマッチョにあのプロテイン飲ませてるような感じで、もう乗りたい乗りたいってみんななるわけですね。その凄まじいパワーに魅了されて、はい、それによってですね、VMAX はですね、悪魔の力を手に入れた、悪魔と契約したバイクということでですね、ライダーにもですね危険な走りを約束してくれるっていうですね、そこに交換のスチールフレームがまた車体のパワーを受け止めきれないようなマシンでですね、ハンドルブルブルさせながら加速させていく様はですね、まさにあの世へ一直線の、はい、超特急ということでですね、まあ破滅的な人々の心を掴んで離さなかったということですね、はい、というですねものでした。それの、悪魔との契約が V ブーストという機構だったということでですね、もう今はキャブレターというもの自体がねほぼ見なくなりましたけども、当時はですねその許された機構の中にですね、たくさんたくさん、夢とドラマを詰め込んで、各メーカーがしのぎを削っていた。その中でもですねヤマハ独自の機構としてですね、こういったものたちがある、そしてあったということですね、はい、今日はですねそんな昔のですね、いろいろな話、まあもちろん現代のものも入ってますけども、はい、を振り返りながらですね、ユニークなヤマハの足取りをたまにはですね思いを馳せてみるのも面白いかもしれません。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。